野中園教法10年12月30日は、江戸時代中期の土佐藩の女医。野中健山の娘。母は、妾の父。父の失脚によって、4歳から40代初めまで、幽閉生活を送った女性として知られる。野中健山一族幽閉の父父、金山の死の翌年である漢文四年に、その遺族は罪を着せられ、旗軍すくもに幽閉される。 幽閉は、金山の男結が死に絶えるまで、約40年にわたって続いた。幽閉された当時、縁は4歳であったが、金山の海南学派最高に勤めていた、谷新山の支援を受け、文通によって、儒学や歯科、医学の指導を受けた。野中家最後の男子である金山の四、男が自死したため、元禄十六年に釈放されて、土佐郡に倉に移住し、医師として開業する。 名医として知られ、糸を用いて、頭骨動脈を見るという特色ある診断法は、お縁さんの糸脈と称された。後に、土佐藩から八人淵を与えられた。生涯独身を通して、非合の死を遂げた父母や兄弟姉妹の母体を弔う、ためのお縁道を建流した。幽閉中の縁の支えであった神座に当てた多くの手紙が残されており、それらをもとに、大原富江が、小説、 縁という女を書き、後に脚本化され、様々な形で演じられた。1971年には、同名映画が、今井忠監督、岩下島主演で制作された。ありがとうございます。